ありがとうございました。どうだ、完璧なフィナーレだっただろう。うん、本当にいい賞だった。みんなの頑張りが全て詰まった賞だったよ。明日の本番が楽しみだね。カイトさん、手伝っていいかな。手伝う、それは助かるが、何をするつもりなんだ。そめんはえへへ、こういうのはどうかな。な、そんなことができるのか。いや、しかしこれは確かに、うまくタイミングを合わせればできるかもしれないね。挑戦してみるだけのインパクトはありそうだ。やったー、明日はリンちゃんたちにお任せよね。ついに明日は本番だな。各自しっかりと休息を取るように。そうだね、万全の状態で挑めるようにしていこう。うん、ちゃんと明日に備えなくっちゃね。あのね、みんな本当にありがとう。別に M のためってだけじゃないよ。え？もちろん最初は M が困ってるなら助けたいって気持ちだったけど、清流院とか他のキャストやスタッフを見てたら分かったんだ。ここはずっとみんなを笑顔にできる場所で、少なくともここにいるみんなはそういう風にあってほしいって思ってるんだって。今は私もここをそういう場所にしたいって思うよ。そうだね、何よりここは僕たちを笑顔にしてくれた場所でもある。だからこそみんなを笑顔にする場所であり続けてほしいと僕も思うよ。ねねちゃん、るいくん、あ、でも司くんにはごめんなさい。ごめんなさいとはなぜだ。司くん、小コンテストの優勝を目指してたのに今回のせいでダメになっちゃったから。ああ、そのことか。前にも言っただろう、気にするなと。まあ残念ではあるかな。そうだよね、本当に本当にごめんなさい。一言多いっていうか、なんていうか。正直なのはいいことなんだけどね。ああ、待て待て、M。残念ではあるが、構わんのだ。なぜなら、俺がスターに近づいているということに変わりはないからな。え？もちろん、コンテストに優勝して CM に出れば、スターとして俺の名は一躍有名になるだろうが、スターにとって大事なのはこの場所と同じみんなを笑顔にするという思いだ。その思いさえあれば遅かれ早かれ俺はスターになれる。だから気にするな。司くんさすが僕たちの座長だね。いいこと言うじゃん。
さて、今日も長らく練習してリハもやったからね。そろそろ帰って休んだ方がいい。うん、そうだね。明日は最高のショーにするぞ。ああ。よし、それでは解散。本日はようこそお越しくださいました、ミスターライリー。なあ、今日はよろしく。君たちの作り上げたパークを見れるなんてとても楽しみだよ。ありがとうございます。しかし日本語が堪能と伺っていましたが、本当にお上手ですね。日本にはプライベートでも仕事でも何度か来ていてね、楽之助。ああ、君たちのおじい様にも世話になったものだよ。そうだったんですね。そんなところにつながりがあったとは知りませんでした。それからご紹介いたします。こちらが大鳥グループ会長の大鳥幸之助です。はじめまして、ミスター。大鳥幸之助と申します。あなたが。とうとう王様からお話は常々聞いていました。各界の有名なあなたと顔を合わさることができてとても光栄です。私もお会いできて光栄です。本日は当テーマパークを心ゆくまでご覧になってください。それではミスターライリー、こちらからご案内いたします。さあどうぞ。こちらの区画を中心に改装を加えていく予定です。メインのモニュメントの設置と公開は2年後になりますが、並行して以前お話しした短期的な施策を実行していきます。うん、それくらいが妥当ではないかな。では次はショーステージに向かいましょう。本日はショーコンテストの最終日のため、各ステージ気合の入ったショーを見ていただけるかと思います。特にフェニックスステージは当パーク内でも最高のステージです。きっと気に入っていただけるかと。それは楽しみだ。僕は昔からショーが好きでね、俳優を夢見ていた時期もあったんだよ。その夢は叶わなかったけれど、今はその時の経験を生かせているから。お、なんだこの音は。ハローエブリワン。皆様、本日は当フェニックスワンダーランドにお越しいただき誠にありがとうございます。そんな皆様のため、我々からのサプライズとして本日限りのスペシャルショーを上映いたします。おお、これはなかなか粋な計らいだね。まさかステージに赴く前にわざわざショーを見せてくれるなんて。え、あ、はいスペシャルショー、今日そんな予定があったか。いや、そんな話は来てないな。部下に連絡を入れる。この声の主をすぐに探し出せ。スピーカーから声がするということは調整室にいるはずだ。したスペシャルショーの開幕です。皆様、ネオフェニックス城前にお集まりください。このショーは一体